正直バッテリーからすると今はストライクで勝負したかったなってキャッチャーは思ってると思いますけど、もう今決めに行った部分もありますか。はい、これが 3-2 になりますと、もうアウトコースのストレートかチェンジアップしかなくなるのかなっていうね、はい、僕がバッターだともうそこにちょっと意識を張っていきますけどね。フルカウント、直球できました。ボールです。困ってストレートってなってしまうと、はい、バッターとしては、うん、ヒットが出る確率はちょっと高まるのかなっていうイメージはありますけどね。なるほど。フルカウントは落としてすくい上げた、レフトの前に落ちるヒット、追加点になるマリーンズ。中村ホームイン、4対2突き放しました。クルーズタイムリーヒット。変化球をうまく作っていきました。ランナーは一塁三塁と、まだチャンスは続きます。4対2、再びリードは2点。若松は援護点、1点返してもらった直後にまた突き放されてしまいました。ご覧いただきましょう。チェンジアップがその前に空振りした球よりはやっぱり若干高かったですよね、はい、それがやはり 3-2 になったカウントにより